第2本帝国陸地測量部地図、塚口より、南口停車場の表記がある、伊丹南口駅は、兵庫県川辺郡伊丹町と園田村の境界付近に存在した駅である。川辺馬車鉄道の駅として開設され、後進の設置鉄道でも存続したが、半角鉄道による改め記事に廃止された。現在の JR 福知山線の伊丹駅と稲寺駅の間にあたる。 伊丹南口踏切明治時代に発行された第日本帝国陸地測量部地図、塚口には、摂津鉄道の線路が江戸時代以前から存在する有馬街道と交差する地点に駅が描かれている。現在、JR 福知山線と有馬街道の交点には、伊丹南口踏切がある。駅が街道との交点に設置されていたため、街道と交わる踏切の名称も、 駅と同じ痛み南口とされ、駅の廃止後も残ったと考えられる。かつてそこに痛み南口駅が存在したことを示す、数少ない証である。天ヶ崎市第3巻、P268、川辺馬車鉄道乗客貨物運賃収入表、天ヶ崎市第7巻、P698AB、こと明ら雑誌第21号天ヶ崎市市第7巻、 P700 関東では南口、鉄道マイル数、関八1894年3月13日、鉄道各駅の乗降人員と、貨物量大物、長須、南口駅山ヶ崎市次第9巻、P259 伊丹市次第3巻、P258。ありがとうございます。